ベインアマヌマは、北海道苫小牧市にある古生。面積は、約34ヘクタール。ラムサール条約の指定を受けた、ウトナイ湖の南側に位置し、ウトナイ湖同様、多くの鳥類の繁殖、中継地となっている。かつては、ウトナイ湖などと共に、タルマイ山山陸の地帯で大湿地帯を、形成していたが、小宅地の繊維過程で乾燥が進んだこと。 20世紀初頭からの開拓による工作地への転用などにより急速に面積を縮小させ現在の形となっている。1960年代からは、苫小牧東部開発計画における工業団地の敷地内に組み込まれたが、昭和49年の石油危機によって企業誘致が失敗に終わったため豊かな自然が残る結果となった。沼周辺の土地は、 トマトーが管理しているが、ベンや雨マヌマは自由に立ち入りが可能となっている。かねてより、隣接する阿ビナ川において、北海道により安日川河川整備計画が策定され、治水事業計画が検討されてきた。計画では、銅沼を含めた形での稼働内調整地が計画されている。沼が、島王子、中飛、赤もず、王子市議などの繁殖地となっていること、また、 渡り鳥の狩りのほか、大足やおじろ足も飛来することから、ベンやアマヌマ一体を長寿保護区にする検討がなされてきた。しかし、ヌマ一体はエゾシカの一大生息地でもあり、長寿保護区に設定した場合には、エゾシカがさらに大繁殖して、一体の森林や農業において食害が進行し、大きな影響が生じる恐れがあることなどを理由に、設定が見送られている。 ありがとうございます。